上幸宏が位置を上げていきました。宮城勢を通過して前の5番金子哲弘を抑えます。そこへ3番の桜井正孝、宮城勢乗っていきまして、さあこの特選も3番の桜井は中段確保となりますが、しかし3番の桜井末木を内から叩いていきました。7番の今野哲也追走して、さあかましてきた5番の金子哲弘、金子哲弘がイエローラインの外を通って一気に3番桜井に対して仕掛けの体勢、2番の柴田洋介続いて1番の山田浩二までライン3者できりまして、最終周回4番手3番の桜井正孝、7番の今野哲也の宮城勢、末木浩二は今日も6番手になりました。先頭5番の金子哲弘飛ばす飛ばす最終枠を通過しました。番手2番の柴田洋介、1番の山田浩二、桜井正孝、今日も4番手から2センター踏み込んできましたが、先頭5番の金子哲弘、この後ろから2番の柴田洋介、山田浩二、金子哲弘降臨、2着は1番の山田浩二が届いたか、柴田洋介2着争い。